はい。それではね、あの、先週中途半端なところで終わっちゃいましたね。えっと、アリストテレスは自然発生説っていうね、あの、現代人からとても受け入れられない説を唱えていたよという話でねで。アリストテレスはあの、その自然発生説の根拠として、生命の敗出っていうものが、そういうエネルギーが世界に広がってるんだと。それが何かの形で、えー、実体化してくるんだっていうね、話で。で、その生命の敗出っていう、 まあ変なエネルギーみたいなものを考えてるから後世の人にね正規論という考え方の考え方に分類されたりもするよというでその正規論と動物機械論というのは対立してるんだって話でしたねであの、えー、まあだからアリストテレスは別に自分で自分のことを正規論だって言ったわけではないんですよ後の人がアリストテレスのこの考え方は正規論に分類できるんじゃないっていうね、えー、まあそんな 風に分類してるっていうだけなんですけれども。で、この正規論と動物機械論の対立、アリストテレスをちょっと離れてね、見てみましょうと、一編 えー、まあ、あの、一つは、あの、正規論は、まあ、あの、動物機械論はね、あの、動物ってあの、精,精密に、精巧に作られた機械みたいなもんでね、あの、壊れた部品があれば直してやればまた動き出すしっていう、そういう考え方なんですけれども、正規論はそうじゃなくて、機械と生物は絶対違うって、あの、生命体にしかない特別なエネルギーがあって、そのエネルギーってそう簡単には再,再現できないんだって。いや、絶対再現できないんだって考えたんですね。 で、この、えー、正規論者たちが考えた生物は特別なパワーを持っている説っていうのね。で、えー、そうなると、あの、どうなるかというと、生命体は、えー、生命体にしか作れないような複雑な物質を生み出せるに違いないって正規論者たちは考えたんですよ。で、生命体、えー、特別なエネルギーを持っている生命体にしか作り出せないエネルギーを何というか、まあ、つまり実験室では作れないような複雑な物質を生命体だからこそ生み出せるって考え方ですよ。 うん、人間は実験室でね、まあ、いろいろあれこれ化学反応を起こして、い、え、ろ、ー、んなものを作ってるけど、そうじゃなくて生命体にしか作れない複雑な物質があるっていう考え方ですね。この複雑な物質を何と言ったか、実はね、皆さん知ってます。もう哲学の授業なんか取らなくてもみんな知ってる言葉です。有機物って言うんですよ。 生命体は特別なパワーを持ってるから複雑な物質が作れて、その複雑な物質は有機物と呼ばれ、呼ばれるって話なんです。で、これね、中学の理科の授業で出てきてるはずなんですよ、この有機物っていうのはね。で、これね、現代ではね、もう、あの、まあ、正規論とかマジで唱えてる人いないわけですけれども、有機物って言葉だけは生き残ってて、で、じゃあ現代、現代人が使う有機物の、 定義って何になってるって話なんですけれども、確か、すいません、間違ってたら怖いんだけど、炭素を含む化合物っていう定義になってんですよ。炭素を含む化合物っていう定義で、 で、まあ、あの、理科の授業でね、私たちはこの有機物に関してテストを受けてるはずです。え、以下の選択肢の中から有機物を選べ、みたいな。だから、え、え、以下の選択肢の中にいろいろ物質があるんだけど、この中で炭素を含んでるものはどれかっていう風に選ばされてるんですよ。理科の授業の中で。で、まあ、例えばね、あの、例を出すと、ね、まあ、その選択肢、え、タンパク質。 鉄、炭素、えー、あとペットボトルの、ペットボトルの材質って、まあ、あれ本当はね、ペットボトルって言っちゃいけなくて、あの、ポリエチレンなんとかって、PET ポリエチレンなんとかっていう物質なんだけど、ペットボトルの材質ぐらいにしとい、しときましょう、今、ここで。 で、えー、まあ私たちがテストを受けているとしたら、あの、この中で炭素を含むのはどれだって言って、あの、丸つけていくわけですよね。とりあえず、タンパク質は丸ですよ、間違いなく。で、鉄は×だ。で、次は炭素そのもの。炭素そのものはどうかっていう。ちょっとこれ、置いておきましょう。で、ペットボトルの材質もこれ炭素含んでるんです。えー、ポリエチェルなんとかっていうだから、タンパク質とペットボトルの材質に丸がつくんです。じゃあ、炭素はあって。炭素を含む化合物だから炭素にも丸つけなきゃっつって、丸つけたら、ペケになるんですよ。×になっちゃうんですね。点数もらえな なんで炭素を含む化合物っていう定義が現代における有機物の定義なのに炭素に丸つけちゃいけないんだよって私はね中学生ののの理科の授業の時思ったよでこれねなんで炭素に丸つけちゃダメかってこの正規論から来てる言葉だって考えたらわかるでしょ 生物は、えー、生物にしか生み出せないような複雑な物質を生み出せるんだって発想の結果有機物って言葉が作られたわけですよ有機物って概念が生み出されたわけですよでね炭素って簡単に生み出せるでしょなんか木あの,コッパとか、ね、あの木とかね 木とか適当に燃やしたら、紙でも何でもいいけど燃やしたら、あの燃えかすて炭素でしょ。炭素って簡単に作れるんですよ。だから、あの、正規論的に炭素って、あの、複雑な物質と見なせない、生物の特権である複雑な物質と見なせないから、炭素を含む化合物っていうのが現代の定義なのに、炭素に丸つけれないんですよ。炭素は有機物ではないってことになるんですよ。まあ、それは、だからこの、正規論ルーツの言葉が、現代の理科の授業でも、現代の科学でも使われてるっていうこと、ねじる現象ですよね。もう、だから有機物なんて ことは捨てるべきなんですよ。正規論を信じてないならね。だから、あの有機物をあの炭素を含む化合物って言ってるのに炭素そのもの丸付けれないと変な事態がね。発生してるわけですよ。まあ完全に正規論の枠正規論がしもうほとんど死んでるのに、あの形骸化した言葉だけが残ってるって話ですよね。まあね、あのでげ現,現代、私たちはあの有機的。だっ っていう言い方もしますよね有機的な絡み合いだとかって言ったりする,するけれどもなんかそれも複雑だぐらいの言葉でねあの使ってますよね例えばなんだろうその音楽とか聴いていろんな楽器の音が複雑に絡み合ってるっていう時有機的にいろんな楽器の音が絡み合ってるとかって言ってもうちょっと複雑だぐらいの意味でね使っちゃってますよね有機有機的だとかねまあそんな変な言葉が生き残ってるんですこの正規論と動物機械論の対立で。 まあまあまあ、で、アリストテレスに戻るとね、あの、別に生命の敗止っていうアイデアをアリストテレスは唱えて、それが正規論っぽくないって後の人が言ってるっていうだけですからね。本当にアリストテレスが正規論者っていうのもちょっとあの早がてんかもよっていうところですよね。で、あの、次ね、説明するのは大変なんですけれども、あの、ちょっとあの、この授業の始まりの時に言ったの、刑事上学っていう言葉ね、刑事上学っていう言葉の説明をしたいんですけど、これはね、いろんな人にね、あの、誤解、 ちょっと私が説明してもねまたリアクションペーパーとかでひどい誤解したリアクションペーパーが出てきそうだっていうねそういう言葉なんですけれどもねでこの「刑事情学」っていうのはアリストテレスの本のタイトルからなんです、まあ、まずそこから説明しますか厳密にはねあのアリストテレスのその抗議ノートを、ね、死後に弟子が整理したっていう、まあ、先週も話した事情なんですけれどもあのまあ 全部の学問って哲学ですよね。散々説明しましたよね。その中でも、あの、一個一個のものの、あの、個別的な研究とか調査っていうのは、あの、まあ、な,なんだろう <laughs> 次、次元が低いものというかね、あの、自然学的な研究なわけですよね。あの、 個別的な事象の研究。まあ、だから、イルカは卵を産まないってアリストテレスは発見したわけですけれども、それとかウニの体はこういう風だとかって発見してんだけど、その一個一個のものに対する研究じゃなくて、もっと、あの、 この世に存在するものすべてに共通するような根本原因と根本的な原因とか根本的なメカニズムを探求したいってね、アリストテレスは思ったんですよ。まあ、イルカの研究もしてるけれどもそれとは別にってことですよ。で、その、この世のものすべてにあの共通するような根本的な原因についての研究をアリストテレスは第一哲学って言ったわけですよ。第一哲学。第一の哲学。まあそうじゃなくてあのイ、イルカは卵を産まねえとかってのは第二、第三なんですよね。 で、第一哲学っていうものこそがアリストテレスの刑事情学なんですよ。えー、そういうそのこのように存在する物体の共通の原因についてまとめたノートを、えー、弟子たちが整理したんですけれどもその第一哲学がまとめてあるアリストテレスのノートに対して弟子たちは、えーえー、メタタフュジカっていう、ね、名前をつけたんです。メタタフュジカが刑事情学って言葉の,あの語源なんですけれどもえー、っと ちょっとね、あの、なんか中途半端になりそうだからもう早いけど一回ここで切りますか。じゃあその、アリストテレスにとってのあの、すべてのものに共通する原因とかね、メカニズムの研究、第一哲学。それがどうしてメタタフュージカと呼ばれて、メタタフュージカということはどうやって我々にね、あの、受け継がれたかってことです。次は。じゃあ一回切ります。